なんか無茶してさ、うん、ああいう時があるから今があるのよ。もう今嫌だもんね。もしもし、山田さん。はいはい。今日は何、会社終わったらどこに行くの？家に帰るだけよ。じゃあ私が家まで送らせてもらってもいいですか？本当に送ってくれんの？ご邪魔番号お願いします。じゃん。お疲れ様。いやいやー、久々すぎてなんかちょっと5年ぶりぐらいよ。もう半年は経ってると思うんだよね。そうね。山田さんです。あ、山田です。山田ですでいいの？そんな感じで始まっちゃっていいんですか？いいんです。でも YouTube ってさ、すごい見るとさ、うん、なんかみんなすごい勢いで来るじゃん、こう沖縄ですみたいなさ。いやいや、そういうのがちょっと苦手だからね。速力普段通りで普段普段通りすぎるだろ。普段通りで。これもう一回撮ったの？撮ったよ、りょうちゃん撮って。どんな手で、どんな手で。でも本当に普段通りですよ。これでいいのっていう本人がすごく不安がってたけど。通常勤務みたいな感じだね今。在宅も入ってるよ。なんかメールが来たりとかするじゃない、うん、それの処理したりとか、あと事務作業してたりとか、エクセルの入力をずっとするとか、うん、そんなこと言う。そういうエクセルと私全く分かんないからね。ずっと言ってるよね。エクセルって言われた時点でもう。いやいや、エクセルはしぐらいは知ってるよ、うん、でもそれをね、どうやって使う。そうですね、そうだ、それはそうだ。もともと高校生ぐらいの時、高校、2年、1年、とかじゃない、多分15とかだから1年だよ。そうだよね、うん、その頃だもんね、うん、出会いがね。会ってその日とかに、多分仲良くなってたと思う、うんうん、そうだよね、あの仕事のね、現場でね。ね、女優さん昔ね、やってたからね、山田さん。若葉の頃ですよね。そうです。若葉の頃っていうさ、ドラマがあって、あって、キンキキッズのね、うん、だってすっごい忙しかったと思うよ、なんか、うん、一生懸命すぎて、なんかあの時は本当に目まぐるしかったよ。でも、それから多分20歳過ぎぐらいまで忙しくても遊んでたよね。そうだね。そうなの。若いってすごいよね、本当に。そしてさ、あれだけの時なのにさ、山手線乗ってたからね。山手線で今恵比寿出るとこって電車乗るのみたいな。今もだってバスとか電車乗るじゃない、うん、乗るの。だけど、今よりもさ、家庭に入ってるよりもさ、明らかに忙しさがさ、あの10代って忙しかったはずでしょ。そうだよね。その中でさ、山手線に乗ってさ、私はすごいなと思って。その時はさ、例えばさ、アイドル全盛期じゃないですか、あ、沖野めぐみだみたいな、沖野めぐみさんですよねって言われたら、どうしてたの？いや、もうありがとうございますとか言って。あー、そうでしょ。懐かしいね。でもね、無茶してさ、ああいう時があるから今があるのよ。そうだね、本当にね。昔はさ、やっぱ人生生きてる実感が欲しいからさ、なんかこの激動みたいなね、とにかく知らないことを知りたいとか、それがなんか苦しいとか辛い思いをするって分かっててもそっちに飛び込んじゃうみたいなところがすごくあって。大人になったね。もう今嫌だもんね。そうやってなんか揺さぶられるのがすごく嫌で。分かる。波風立ってる。波が、そう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 。子供がさ、家帰ったよママって電話してくるときあるじゃん、あのなんかこう潮な対応はなんか。なんて。へえ。それで。本当。そうよそうよ。でなんか私がさ、ダンス踊ってくれたりとかさ、可愛いじゃん、普段見ないからさ。だからさ、あ、すごいとかって言うとさ、横でよかったねーねーって必死だよね。本当に。でも必死なの分かる。前夜ご飯食べてた時、りょうちゃんいて、
翌日のこと喋ってたの、その時ちょっとお酒飲んでたけど、うん、明日はパパが送って、うん、私がピックアップして、うん、何してこれして、うん、でこれで OK ねって必ず、うんうん、うわすっごい飲んでてもそれをちゃんとこうやって考えるってすごいなと思うよ。いやいや、もうやっぱり子供一番っていうか中心の生活にはなるじゃん、まあね、そりゃ、ね、そうだよね。そう、今日は大丈夫だったの？何が？私のこと送っちゃったりして。あ、大丈夫、あのりょうちゃんが今日は、はい、他人丼を今日は作る。他人丼って何よ、他人丼？え、有名じゃない？え、初めて知ったよ。おっと、メモリーカードに録画されてなかったってことなのかな。なんでどうやって撮ってたんだ、わかんない。びっくりした、わかんないからもう。本当だよ、もうこんな。